はい、どうも、小魚です。今回の動画は、ドッカンバトルということで、世界同時キャンペーン記念のドッカンフェスを、チケット50連分引いていこうかなと思います。で、どっちを引くか迷ったんですけど、まあ自分は、天界ごはんちゃんも、邪念馬も持ってないので、まあ個人的にはこっちの方が、引く価値あるかなっていうふうに思ったんで、まあ今回は、こっちを引いていこうかなと思います。そして、良ければチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、早速、引いていきましょう。いきます。さあ、いやー、50連。おー、OK。いや、トランクスがね、前、抱っこしてたんで、いや、いい感じ。いきます。さあ、できれば、天界ごはんちゃんと邪念馬が来てほしいっていう感じですね。まあ、ただまあ、最悪、それ以外のキャラが来ても、OK っていう感じで。まあ、とりあえずね、50連一気に引けるっていうだけでも、もうね、爽快感半端ないんで。さあ、どんどん行きます。いやー、まあ、本当にね、天界ごはんちゃん、そして邪念馬、欲しいところではあるんでね。まあ、どっちかが来てくれたら、もう最高っていう感じなんですけど、まあ、50連一気に引けるとはいえね、こうなんか、微妙な引きだと、ってなっちゃうんで、まあ、そうならないようにね、こういい感じのフェス限とか来てくれたらね、ありがたいですけどね。まあ、50連で、こう、SSR 全然引けないとかね。それはちょっと避けたいなっていう感じですよね。さあ。このご飯。まあ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 。まだ虹じゃなかったと思うんで、まあまだいいかなっていう感じですね。さあ。いや、ちょっと、今のところまだ SSR。一体か。きついよ、ちょっと。SSR 来て。いや、もう今、何体目かするちょっと数えてないけど。全然来てなくない？こんな来ない？ SSR 今1よ。ずーっと。ちょい、それはちゃうな。邪念馬だけど。いや、邪念馬だけど、それはちげえ。あの、かわいい邪念馬が来てほしいんだ、俺は。ブローリー。フェスゲン、まあまあ、ちげえなー。いや、まあフェスゲンが来てくれるだけありがたいっちゃありがたいんですけどね。ただちょっと違うな。なんかもうそろそろ終わりそうな感じがするのは自分だけですかね。こんな来ない？フェスゲン含めて SSR 3体50連よ。嘘。いやいや、待て。これはちょっと。頼むよ、マジで。SSR3 体はちょっとやってるよ。いや、でも、50連だとそんなもんなのか？ぜひね、皆さんの、この50連、仮に引いた方は、こう、結果とかね、教えてくださると、ありがたいんですけど、SSR こんな出ないもんなんですかね、50連で。うお、終わったー。ガチで SSR3 体。まあ、フェスゲン2体来たけど。で、なんなら邪念馬は来たけど。ちげえ方だし。なるほど。なるほどですね。はい、
まあ50連とはいえね、まあこんなもんですよね。まあ50連ならこんなもんかなっていう感じではありますけど、まあもうちょい SSR 来てくれたらね、まあ個人的には嬉しかったですけど、まあ50連引けてるだけでね、無料で引けてるだけもう万々歳ですし、まあちょっとね微妙っちゃ微妙でしたけど、まあ50連こう一気に引けたっていうので楽しかったんで、よしとしましょうか。ということで、まあ、今回の動画良かったよっていう風に思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。